コーチャスクです。ホームスケープ、今回はパズルレベルが14000になったんで、久しぶりに記念パズルの動画を撮っていこうと思います。というわけで早速見てみよう。 H と S、 ホームスケープだね。これはまあ普通に上を合体させればいいかな。おおおお、すげえいっぱいアイテムが落ちてきたぞ。これはいいのかな、やっちゃって。えいっ、微妙に残ってんな、上の方が。これどうしよう。こうやっちゃって、どうしよう。普通にやってく？おーおーおお。で、こうか？手数が残り18。14000、14000ってことだね。これはミラーボール使いでいいのかな？うわぁ、すげえ爆弾落ちてきた。いいね。じゃあこれはポッカーン行こう。落ちる。ちょっと待って、これ下だいぶ残ったぞ。俺はミラーボール合体でどうにかするしかない。行け。手数残り14だから、まあ行けないことはないか。多分大丈夫でしょう。ただできればミラーボールを使いたいところだけど。よいしょ。なかなかそうもいかないか。お、いけるかな。よいしょ。いったか。よし。よし。まだ卵が残ってる。よし、行くぞ。ドン。ちょ、まだ残ってる。これで OK？ よーし。めっちゃ簡単だった。いいね。ホームスケープのパズルやっぱ簡単だと楽しいな。まあ、全部が簡単だとさすがにつまんなく感じちゃうんだろうね。ホームスケープのさ、パズルのレベルというか、その難しさの強弱の付け方、すごいセンスあるよね。難しいのは本当に難しいからな。で、簡単なのは本当に簡単っていう。いや、それレベルいいのかな？よくわかんないけど。というわけで、ここからはいつも通り、残りのパズル14001から適当に雑談をしながら撮っていこうと思います。っていうか、もうこれ、あれだ。カンストだ。じゃあそんなに何笑っとるんねん。オースティンが急に笑い出したけど、カンストなんで数字は増えないけど、まあ適当にやっていこうと思います。うん、難しそう。とりあえずこれ青を消しちゃおっか。雑談をしていこうかな。最近はですね、というかこれ撮ってるのは2024年の1月なんだけど、ちょっとね、お正月出かけたりとかしてて、動画があんまり撮れてなくてですね、まあ、結構、ホームスケープの動画の更新も若干間隔が空きがちなんだけど、まあそれでも相も変わらず楽しくホームスケープやってますね。メンバーシップになってくれてる人もね、まあ、もしかしたら土地で抜けちゃうかなとか、ちょっと心配はしてたんだけど、まあ、そんなこともなく、相変わらず見てくれてるみたいで、すごく嬉しいです。特に自分的には実況の腕が上がってるような気も全くしてないんで、本当にありがとうございます。で、新しくどんどんメンバーシップになってくれる人が増えてるかって言ったら、全然そんなことなくてですね、最初の方に登録してくれた人っきり全然増えてないですね。というのも、ホームスケープのこの動画もうだいぶ長いんで、だんだん再生数が落ちてきちゃってて、普通に動画を公開してても見る人が少ないだろうなっていうことでメンバーシップ始めたんだけど、まあ予想通り、時々ね、管理画面からチェックすると、ホームスケープの第1章、第2章とか、そこそこ見てくれてる人がいるっぽいんだよね。だけどやっぱり第3章までたどり着く前に、多分もう飽きちゃったか忘れちゃったか、そういう状況じゃなくなっちゃったかして、ほとんど第3章見る人はいなくなっちゃってるのが現実です。
なので、まあ、メンバーシップに登録してまで続き見ようっていうところまでたどり着いてないって感じなのかな。まあ、悲しいんだけど、それが現実だよね。なのでまあ、今後の目標は、どうにかして、このホームスケープの実況の続きを見てくれる人を増やすっていうことかな。ツイッターとかで宣伝とかした方がいいのかな。どうなんだろう。期間限定イベントも、まあとりあえず、興味があるやつだけ一生懸命やれば、そんな無理して課金しなくてもどうにかなるってことが分かったんで、まあいい塩梅でやれてるんでね。最近そんなストレスない感じで遊べてるんで、実はねちょっとだけ課金したことあるんだよね。まあほんの数百円だけど、だけどまあ全然イベントクリアには至らなくって、課金する意味なかったなっていうぐらいだったんで、まあまあ最近はそんな課金とかね全く手を出さずに遊べてるんで楽しい感じです。第4章もねまあ面白いね。ホームスケープさ、やっぱストーリー面白いんだよね。考えてる人すごいと思うわ。まあ、文句をつけるとしたらね、第2章のね、パパが呪いにかかっちゃうお話？呪いというか、まあ、収集癖に歯止めが効かなくなっちゃって、みんなに嫌われちゃうお話があるんだけど、あの時はちょっとね、中だるみしたかなっていうのがあるぐらい。あと結構全部面白いんやね、ストーリー。なんで、今やってる第4章のリゾートホテル編もね、もうこの先どうなっていくのか楽しみで仕方ないんだよな。あと、期間限定のイベントで、キャサリンのパパが登場したんで、キャサリンのパパが、今後メインストーリーに出てくるかもしれないって思うと、それもまたちょっと楽しみな感じがするんだよね。まあでも出てくることはないのかな？結構レアキャラな感じだし、どうなんだろう。またいつか期間限定のお話で出てくるくらいなのかな？どうなんだろうね。まあ、ホームスケープの実況に関してはそんなところかな。で、まあ、ここからはホームスケープとはあんまり関係ないお話なんだけども、つくはですね、まあ一応こうやってゲーム実況の YouTuber 的な活動を続けてるんですけど、携帯ゲームとかそういうカジュアルなゲームばっか実況してるんだけど、実はね、パソコンのゲームも結構好きで、生配信とか本当はやってみたいって思ってるんですよね。だけど今までネットの環境が悪くって、なかなかその、高画質で配信するってことができなかったんだけど、ちょっとね、頑張って、インターネット回線の契約のプランをね、ワンランク上げたんですよ。で、回線がちょっと良くなりまして、まあ、自分の納得のいく画質で、安定的に、ゲームの生配信とか、雑談の生配信ができそうな環境には一応なりました。そうなのでね、できれば近々、生配信とかをやってみたいんだけど、まあ、過去にもね、ちょっとはやったことあるんだけど、まあ、その時は、ネットの環境とかがね、いまいちだったんで、やめたっていうのがあるんだけど、ぼちぼちやってみようかなっていう感じでいます。で、多分生配信でやるんだったら、そういうスマホゲームじゃなくてね、多分パソコンのゲームでやるつもりなんだけど、どういうゲームがいいんだろうな。多分普通にね、生配信してもね、需要は全くないと思うんだよね。まあ、うだうだ言ってないでさっさと始めればいいんだけどね。とは言ってもやっぱり久しぶりすぎてビビっちゃうんだよな。まあ、前までもほとんどね、遊びに来てくれる人いなかったし。俺多分、ファンみたいな人すっごく少ないから。まあもうそんなもん関係なしに、自分がただただ部屋でテレビゲームしてるつもりで配信すればいいのかな。なんか、周りの YouTuber、人気ゲーム実況者さんの生配信とか見ちゃってるから、その雰囲気でやれないかったらどうしようとか、変な心配しちゃってんだよ。やれるはずないんだから。最初からそんな希望持たずに、一人でギャーギャー喋りながら、お菓子食ってジュース飲みながら、普段通りゲームするところを垂れ流せばいいのかな。結局、自分が楽しんでなきゃ、人も見に来てくれないだろうから。まあ、気楽に始めよう。そうしよう。そうなったら、じゃあ、どんなゲームが需要あるかとかも一切無視して考えたら、キムタクの探偵のゲームをやろうかな。実は買ってあるんだよね。もう1年ぐらい前。丸々1年経っちゃった。いや、でも、期間限定で無料でゲットしたデスストランディングっていう、なんか荷物を運ぶリアルなゲーム。あれも相当面白そうだし、あとデッドバイデイライト。殺人鬼から逃げながら出口を目指すやつ。あれも面白そうだからやりたいんだよね。でもあれはでも怖すぎるな。
でもホラーゲームもやってかないとやっぱ慣れないと思うし、そうそうそう、新しいねモニター買ったんだ。パソコンのモニター画面ね。普段生意気にも2枚使ってるんだけど、2画面でパソコンのインターネット見たり動画の編集したりしてるんだけど、そのうちの1個がさ、もう5、6年、いやもっとかな、だいぶ長い間使ってて、横線がブワーって入っちゃってて、もうほぼほぼ壊れてるのずっと使ってたんだ。でいい加減変えたくって、つい最近その新しいモニターを1枚買い替えて、それがねすごく映りがいいんで、まあ安物なんだけど、2万円程度のすごい安物なんだけど、まあそれでも新しいやつだから、まあまあ性能が良くって、それでゲームやったら楽しそうだな。それで生配信しよっかな。うん、あ、そうだよ、生配信でビビってるもう一つの理由があって、俺ねすぐ喉枯れちゃうっていうのもあるんだけど、なんかすぐ疲れちゃうんだよね。基礎体力がないからかわかんないんだけど、なんか3時間4時間ぐらいやってると、なんかもうはぁーってなってきて休憩したくなっちゃうんだよね。で結構有名な実況者さん、配信者さんは7時間8時間とか平気でやってる人いるしもうちょっととんでもねえとか思って、そういうところビビっちゃってるのがあるんだけど、それもやっぱ人と比べてるからなのかな。最初は2時間でも3時間でも1時間でもいいから始めなきゃダメだよね。スタート切らなきゃ何にもいつまで経っても始められないから。そうそう、それで少しずつ慣れて、どん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 長く配信できるようになればいいんだ。そうだそうだ、そうしよう。あとやるゲームも別にそんな決めなくてもいいか。もし今これこの動画見てる人でこんなゲームやってほしいみたいなリクエストあったら教えてください。っていうか無料でゲットしたゲームいっぱいあるんだよね。パソコンの最近のパソコンのゲームって無料でもすごい凝ってる面白いのもあるし、あと有料なのに期間限定で無料で配ってたりとかするから、そういうのも結構ゲットしてるんで、ちょっと自分が今何持ってるのか把握しきれてないんだけど、多分ねパソコンのゲーム50個ぐらいあるんだよね。まあ、そのうちちゃんと長いやつ、もともと定価が高いしっかりしたやつはまあ10個ぐらいだとは思うけど、でもそれも全部配信でできたらいいよね。あといつかチャンネル登録者数もバンバン増えて、再生数もバンバン増えて、メンバーシップもバンバン増えて、収入が安定してきたらプレステとかスイッチとかのゲームも配信したいな。持ってないんだよね俺、プレステもスイッチも。マリオとかゼルダとかめっちゃ本当はやりたいんだけど、ゼルダめっちゃくちゃやりたい、配信でやりたい。絶対面白いじゃんゼルダなんて。ただ長いから、あれを全部編集するとなるとちょっときついし、だったら配信でバーって一気にやれたらいいかなーって思ってるんだけど、でもスイッチの本体高いしな、ソフトも一個ずつ買ってったらめっちゃ高いしな。パソコンのゲームの方が安くて、あと無料で配ったりする時もあるし、それまだ全然遊べてないからそっち終わってからでいいかな。いや、いつ死ぬかわかんないんだから、やりたいゲームからやってった方がいいな。ゼルダやりたいなまあそれはいいや遠い夢だ、目標として持っておこう。いつかいつか YouTuber としてもっとバンバン成功したら、スイッチを買ってゼルダの配信をするっていうね。まあたくさん面白いゲームあるからな、退屈はしないよほんと。うん、つうかパソコンのゲームやりたいとは思ってるけど、サブチャンネルのチビスクの方でこれやった方がいいかなっていうアプリとかゲームがまだスマホにいっぱい入ってるんで、そっちも消化しなくちゃいけないんだよな。多分20や30じゃ効かないんだよね、もうずーっとスマホの中に入ってる。いい加減そいつらを消し去るためにも早いところをやっつけなければ。で今チビスクの方じゃなくて、メインのヌコスコスクのチャンネルでやってる海底ハントっていう、魚を森で突くっていう、そんな凝ったゲームじゃないんだけど、それがなんか何の気なしに1話2話でやめようかと思ったら、ちょっと自分の中で面白くなってきちゃってやめれなくなっちゃって、全然再生数回ってないんだけど、もうパート10ぐらいまで行きそうな気がする。もしかしたらもっと行くかも。そういう思いもよらないところで面白いゲーム見つけちゃったりもするんで、なかなかゲーム実況人生退屈しないぜ。この動画をなんとなくここまで見ちゃってる人も、もしよかったら他の動画も見てくれると嬉しいです。まあ見た上で面白くないのはもうしょうがない。それはもうその時に、あ、なんだ、別に面白くねえじゃんって諦めてください。あとなんか話すことあるかな？あ、そうそう。まあチャンネル登録者数はね、1万2000ぐらいかな、今。まあだけど、どうなんだろう、俺のチャンネル特有なのかな？特別ファンが多くてチャンネル登録者数が増えてるってわけじゃないから、登録者数は増えても再生数は全然増えてないんだよね。だから
生活苦しいっちゃ苦しいです。はい。もうめっちゃ頑張らないと。再生数回らないゲームをパート10とかやってる場合じゃないんだよな、マジで。ちゃんとみんなに面白がってもらえるような、もしくは役に立つと思ってもらえるような動画を作らないといけないんだけど、やべ面白いと思ったらついつい動画にしたくなっちゃうからな、難しいところだよね。なので俺から言えることは、まあ、ちょっとでも面白そうだなって思ったら、とりあえずその動画開いて見てみてください。で最後まで見てみて、あーまあ別に続きはいいかなっていう時は、まあそのままそっと閉じてくださって結構なんで、チャレンジはしてみてください。よろしくお願いします。あとそうだ、皆さん体調はよろしいですか？いろんな流行り病とかあったり、天変地異のいろんな出来事があったり世の中してますけど、スクはですね、まあ、割と無事に過ごせてるんで、去年とかその前とか結構ね体調崩しがちで、特に季節の変わり目とかもう何ヶ月も咳込んじゃったりとかしてたんだけど、割とここ半年ぐらいはずっと体調いいかな。結構珍しい最高新記録ぐらい体調いい日々が続いてます。まあ俺だけが体調良くてもね、ぜひ皆さんもご無事で健康健やかに生活を送ってください。あ、やばい、ハートがなくなっちゃった。ちょっと待って、ハートをゲットして。あ、30分っていうのがあるぞ。これもらおう。あ、ついでにこの飛行機ももらっとこう。よし。よし、もうちょっと続けるぞ。このレースにも参加しちゃおう。でもこのレースさ、なかなか勝てないんだよね。よし、ドン。よいしょ。難しいぞ。こうかな。難しいね。難しいね。こうかな。で、こう。こう。全然ダメそう、これ。いやー、難しい。このステージ難しいぞ。全然ダメだ。ちょっとアイテム全部使うか。ミラーボールもオンだ。最初のこれミラーボール組み合わさってほしいんだけどな。これは、こうすれば合体できるな。というかもうこれカンストンステージだからそんな頑張る必要もないのか。でもまあ動画撮ってるからせっかくだからやろう。ミラーボールでブンブン飛ばせばいいって話じゃないんで。これはまず緑に塗んなくちゃいけないから。こう。なーずれちゃったよ。これどうしよう。いや、違うなぁ、なんか。あ、いけたかも？いけたかも？これいいかも？これいいかも？で、ここ一旦ボーンして、で、これ、こういこう。どうこれ。いや、ちょっと待って、もう残り手数 1？ 残り 1？ 厳しすぎる、マジ？あ、これでいってくれ。うわー、あと 1！ もう！ミラーボールがなくなっていく。いやー、無理じゃないか？いけるか？こうして、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 お、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 どう？こう。しまった！今ミラーボールが右の方でできそうだったけど、見過ごしてしまった。どうする？こう。いや、難しすぎる。どうすればいいんだ？いや、これもダメな気がするな。よっ。ダメだー。もう諦めよう。はい、諦めます。もったいない気もするけどね、こんなにアイテム持ってんのに。
いやー、このカンストの後のこのチャンピオンシップみたいなやつはね、難しすぎます。アイテムがどんどんなくなっちゃうんでね、俺はこの辺にしとこうと思います。というわけで今後もホームスケープの実況動画、メンバーシップの方で先行公開してるんで、よかったらメンバーシップになってくれたら嬉しいです。メンバーシップにはならないけど、ホームスケープの動画続き見たいよっていう人は、ぜひぜひ公開されてる分の動画にいいねとかコメントしてくれると励みになるんで、よろしくお願いします。あと、他の動画もね、見てくれるとめちゃくちゃ嬉しいです。というわけで次の動画で会いましょう。それじゃまたね、バイバイ。